Captain Tsubasa だ。さあ、次にやってきました全国中学生サッカー大会、静岡県大会の決勝戦。果たしてサッカー王国静岡県代表になるのは南葛、大友、どちらのチームか。大会前から優勝候補に挙げられていた両校だけに誠に楽しみな一戦です。勝てよ翼。そして約束通り全国大会 V3 を成し遂げろ。その後はもっと遠大な計画を立てているんだからな。この試合に勝てばいよいよ全国大会ね。翼くんたちならきっとやってくれるわよ。おーい、ゆかり。ゆかりじゃないか。ひろしくん。お前がマネージャーをやっとる南葛やったたい。じゃあ九州から。ああ、俺たちも全国大会に出場するんだな。へえ、あんたとこそんなにサッカー上手かったっけ。なに。ねえゆかり、この人は。あ、私のいとこで。俺は長崎代表平戸中サッカー部3年の慈瞳浩。そしてこいつは2年の佐野満隊。いいかみんな、この1年俺たちは打倒南葛を目標に頑張ってきた。今年こそ南葛を倒して全国大会に出場するんだ。おう、存在だった俺たちだが、その時の劣等感がお前を南葛を倒す執念になってるんだ。勝つのは大友中だ。
全国中学生サッカー大会静岡県大会、優勝は3年連続南葛中学に決定しました。やっぱり南葛は強い。ここまで見に来た甲斐があったの、佐野。はい、次藤さん、これで久しぶりに本気を出せそうですね。ああ、俺とお前のコンビプレーで王者南葛に一泡吹かせてやりたい。くそ。負けたぜ、翼先輩。これからの俺の目標はあんたに追いつき追い越すことだ。未知の実力を秘めたストライカー新田俊、翼のライバルがまた一人誕生か。翼が勝ったか。三上さん、片桐君、久しぶりだな。お久しぶりです。約2年半のコーチ研修、ご苦労様でした。今日成田に着いたばかりで試合は少ししか見られなかったが、翼はまた成長したようだね。ええ、それはもちろん。若林君の方は？奴も相変わらず頑張っているよ。プロ選手の中で揉まれながらドイツで今めきめき実力をつけている。もうわしがいなくても一人で十分やっていけるよ。そういえば三崎太郎は行方知れずになった。南葛市を去ってから公式な試合に一度も出場していないんです。翼も心配しているんですが、三崎がサッカーをやめるはずがない。翼、お前がサッカーを続けている限りまたどこかで必ず会える。そしてその時、この日本のサッカーが大きく変わるんだ。Thank you.